皆様、よさこいソーラン祭りは楽しんでいただけていますか？コロナ禍で大きく活動を制限されたこの2年半、よさこいソーラン祭りも余儀なく2年連続中止となりました。今週水曜日から始まった第31回よさこいソーラン祭りも3日目を迎えました。3年ぶりに札幌の街にソーラン節と鳴子の音が響き渡っています。お祭りもますます盛り上がりを見せています。全道そして全国各地からここ札幌に続々とチームが集まってきています。明日からもここ西八丁目メインステージでたくさんの個性豊かなチームが演舞を披露してくれます。どうぞお楽しみに。そしていよいよ審査も始まり、日曜日には第31回よさこいソーラン大賞が決まります。金曜日の夜を鮮やかに彩るソーランナイト、皆様も手拍子や拍手で一緒に盛り上がっていきましょう。このソーランナイトは例年前年度の受賞チームが演舞を披露する一夜限りの豪華なステージです。2年連続お祭りが中止となってしまったため、今年は2019年に行われた第28回よさこいソーラン祭りで優秀な成績を収めたチームの皆さんが登場します。よさこいソーラン祭りを開催できなかった2年間、それぞれの場所で活動を続けてくれた踊り子たち、そんな踊り子たちが今ここ大通公園西八丁目ステージに集いました。今年のソーランナイトは2年間の思いをつなぐ時間にしていきましょう。